私どもも、がんという病気が初めてでしたし、まあ、知識もない、それから覚悟もない、それから家族というものがこれだけ協力しなければいけないという病気だなというのをうんとひしひし感じまして、まあ、その中でこう、まあ、この病気を支えるにはその、まあ、いろんな人たちがいろんな協力のもとに支え合わないといけないなっていうのをまず感じました。上田商業21世紀会会長の畑中俊也さんは2012年に奥さんを乳がんで亡くします。8年間の闘病生活を通してがん患者を地域で支える必要性を感じました。やはりまあ、がんのになる方が多くなってくると、まあ、社会問題だというふうなお話をよく聞きますけれども、じゃあそのがんの病を持っている方に対して、じゃあその社会は何をしたらいいのかと、そのじゃあ社会っていうのはそのどういう範囲のどういう人たちのことを言うのかっていうふうに、まあ、考えた時に、まあ、もちろん病院とか医療機関とか、まあ、家族とかっていうのは今までクローズアップされていると思いますけれども、まあ、それだけではなくってやはり人間のこう精神的な面を支えたりとか、コミュニケーションの面を支えたりとか、やっぱりそういう総合的な、もう世の中にあるいろんなこうセクターのいろんなお仕事をされている方たちが、そういったところにその関われるその可能性っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思います。それがちょっと具体的にっていうとちょっとなかなか難しいんですけども、まあ、いろんな商店会のまあ、お客様を、まあ、お呼びするための事業の中にも、まあ、そういう仕組みを作っていけたらなということで、まあ、いろいろ日々企画してるんですけれども。畑中さんはこの秋、健康をテーマにしたイベントを企画しています。真田重雄市、街中健康ウォーク、3年前に真田重雄市 の像が商店街に投げていまして、そこを回りながら、まあ、いろんなお店とかいろんなところの歴史とかも感じていただきながら、とにかく町にの方に人が来ていただこうという企画をさせていただきました。10月の12日の日曜日に、まあ、10時から夕方まで皆さんで歩きましょうというイベントですので、ぜひご参加いただきたいと思います。